皆さん、コンスミレ、吸血鬼の三色スミレです。今回は秀吉から10万石の賞金をかけられた榊原康政についてお話しします。康政は天文17年に榊原長政の次男として生まれました。桶狭間の戦いの後に徳川家康と大樹寺で出会ったと言われており、その優れた才能から古城へと取り立てられたそうです。永禄6年に起こった三河一向一揆で初陣を飾ると、この戦で活躍して家康から安の返記をもらい、榊原安政と名乗りました。今川家との戦では本多忠勝らと共に先鋒として活躍しており、これ以降は旗本先手役として活躍することになります。なお、この旗本先手役は三河一向一揆を鎮圧した後に家康が直属部隊として増員した部隊となり、後に浜松を拠点にすることから浜松衆とも呼ばれるようになるんですよ。そして康政は旗本先手役として家康と共に様々な戦へと参陣することになりました。元亀元年に起こった織田徳川連合軍と朝倉浅井連合軍との戦、姉川の戦いにおいては朝倉軍の側面をつく活躍をしており、徳川軍と武田軍との戦、三方ヶ原の戦いでは敗戦しましたが先鋒として奮戦しています。長篠の戦いにおいても敵部隊を撃破する武功を挙げると、続く高天寺城の戦いではまたしても先鋒として出陣して多くの士気を挙げました。家康の主要な戦に参陣して多くの手柄を挙げた康政、徳川家中でもその存在感を示し重臣として活躍していきますが、天正10年に本能寺の変が起こると家康と共にさらなる激動の時代へと足を踏み入れることになります。本能寺の変以降に織田家旧臣や信長の三男織田信孝を滅ぼし勢力を拡大した豊臣秀吉と、信長の次男織田信勝が対立していくことになりますが、この時に信勝は家康へ軍事同盟を持ちかけました。家康としても信勝が滅ぼされると直接秀吉と対峙することになるため、この同盟を承認。こうして豊臣軍と織田徳川連合軍の戦、小牧長久手の戦いへと突入していきます。この戦で康政は秀吉の織田家乗っ取りを非難する檄文を各地にばらまいており、そのことを知った秀吉は大激怒。康政の首を持ってきたら10万石の恩賞を与えるとまで話したそうです。小牧長久手の戦いは信勝が秀吉と和議したことで家康も軍を引くと、天正14年に家康も秀吉へと陳従しています。そして康政は秀吉からその武勇を称賛されて式部大夫の官職と豊臣姓をもらいました。
豊臣家の従属大名となった徳川家は、天正18年に起こった豊臣家と北条家との戦、小田原の戦いに参陣して、この戦で北条家が滅亡すると、関東240万石へと天保を命じられています。この時、康政は神津家館林に10万石の領地を家康から与えられており、徳川家中では井伊直政に次いで本多忠勝と並ぶ2番目の地業を持つことになりました。家康が江戸城を居城とした際には、関東総奉行として本多正信と共に江戸城の修築や城下町の整備を行っています。そしてその手腕を買われた康政は、家康の後継者徳川秀忠の補佐役として抜擢されることになりました。後に慶長5年に起こった関ヶ原の戦いでは、秀忠が持参したため家康が大激怒しましたが、康政の取りなしによって面会を許されたそうで、秀忠から大変感謝された逸話があります。関ヶ原の戦いの後に家康が征夷大将軍となると、康政も中郎へと就任しましたが、その直後病に倒れてしまうと、59歳でその生涯を閉じることになりました。なお、その後の榊原家は何度か改易の危機に直面するも、康政の功績によって幕末まで大名として存続することになったのです。以上で、ね、榊原康政についてのお話を終わります。康政は同じ四天王である井伊直政や本多忠勝に比べて、その活躍があまり知られていませんが、武勇にも政治にも優れた武将です。まさに後世井伊本多を言うて榊原を言わずだとは思いませんか。皆さんも康政の好きな逸話がありましたら、ぜひコメント欄に記入してください。この動画が面白かったら、チャンネル登録高評価をお願いします。それでは皆さん、次回の動画でお会いしましょう。またねー。